Hello, what's up, guys? My name is Lian and welcome to my video. ということで今回の動画は昨日のアップデートで追加されたギャラクタスのボスで、このボスなんですけど、マップ上にランダム出現して、普通にプレイしてたらなかなか出会わないものだと思うんですけど、今回は初動にヘリで乗って出会いに行って、まあ、特殊な倒し方とかもあるので、それを紹介しつつ皆さんに見せていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。 Let's go!よし、今度こそ3度目の正直行くぞ。ヘリ直降りかな。もう俺が行くしかないな、これもう。なんでなんでなんで、やばいやばいやばい。ねえ、なんか3人乗ってきたんだけど、なにこれなにこれ、やばいって、なんじゃこりゃ。いやもうなに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 、本当にあった。よし、あった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 。かかってこいや、この野郎。痛い。で、これを拾う。で、これを撃つ。よし、これを撃つことで、あれなんよ、弾無限だし、弾無限だし、黄色いとこに当てなくても、普通にこれでダメージ与えることができるんですよ。ちなみに上のとこが HP です、これ。撃て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 、いけ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 。これ楽やな。いけそう、これいけそうじゃない。邪魔だー、邪魔するな。倒せ倒せ倒せ、いけるいける、いけ倒せ、いくんだ。よし、じゃあ倒した。さらばだ、ギャラクタス。ほう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 、わあ、これも終わりだ。で、これで金ロケなんとかゲットできるんですよ。これ普通にめちゃくちゃいいよね。いいっていうか、まあそう、これでここでこれだけでしか、ん、なんて言えばいいの、この今のフォートナイトで唯一ロケランをゲットする方法がこちら、このギャラクタスのボットを倒せば金ロケランが手に入るというシステムになっております。なので皆さんもぜひね、結構レアって最初思ってたんですけど、意外と初動でヘリ乗って周り あたりを周りをちょっとね見に行ったら結構あったりもするんでね、ぜひ皆さんもやってみてくださいっていう感じですね。いや、今後どうなるんだろう。でもいろいろとスーパーヒーローも追加され、ギャラクタスもついに動き始め、今後がすごい楽しみですよね。すごいマーベルっぽい感じになってるけど、だからマーベルがすごい関係してきてるけど資材集めして、オッケー、いいんじゃない。やばいやばい、アンチ飲まれる。普通にショックウェーブとロケランとか絶対強いやん。いけー、アンチ内に入れということで、ここからはこのままビクロイを狙いに行きたいと思います。うわー、ロケラン使うの久しぶりな。おお、よし、行きますか、必殺ロケランショット。お、すごい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 、めっちゃ上に積んでる。激アツだね。ウィー、ウォー最強すぎんこのコンボ、めっちゃ強いじゃん。しかもこれはまさかソーのやつじゃん。マジか。昨日から確か追加されたこのソーのハンマーなんですけど、皆さん使ってるのかな。俺まだこれについての動画出してないから、もうこのままこの動画で紹介するか。ソーのハンマーはこういう感じで、自分のこういう風に投げたいところにこう範囲を設定して、その範囲にハンマーを落とすことができるんですよ。でも感覚的には昔からやってる人なら知ってると思うんですけど、ジャンクリフトっ
って言っても空からなんか一直線に降ってくる。でその中にある建築は全部壊してくれるから、なんて言うんだろうな、敵がこもってたりしたらそのままこれを敵の上に落とすことで敵を落としたりすることができる。今はね多分ね使って僕が使ってるの見た方が分かりやすいと思うんだけど、そんな感じのミシックアイテムになってて、個人的に使ってる感じ、なんか敵が詰めてきた時に自分の真上にこれ投げちゃえば敵にも当たるし自分はダメージ食らわないから、なんて言うんだろう、敵にあっち行けみたいな感じでいうなんか動きができる。まさにこういう感じ、今みたいな感じで上から落とすことができる。お、いる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 。おお、飛んでる飛んでる。よし、こんな感じで、いやでもいいとこが追加されたよねここ。もう僕結構気に入ってるんですけど、昨日から6時間ぐらいずっと配信してたんだけど、結構ここ気に入ってる、この新しいスターキングスシリーズの島自体がなんか新鮮で、めっちゃもうなんかで僕はとても気に入ってますね。皆さんはね、よかったらコメント欄で、なんかもう昔のフレンジ戻ってきてほしいわとか、そういうコメントがあればね、よかったらコメント欄で。結構僕はコメント見る人なんで。奥に送ることできないんか。落ちろ。落ちないか。うまいんだよな。結構当たり判定でも狭いんだね。ここに落とすしかない。ということで今回の動画も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思ったらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。